どうも、ライアンです。違うジャイアンです。いや、まあ、無事ね、大会が終わりまして、はい、でまた、練習を、まあ、再開してるところであります、はい、とりあえず結果を、はい、あのマスターズのマスターズはね、結果はあの3位でした。見事見事と言っていいのか、見事ちょっとね、上がらないですけど、土俵に上がるまでがそうです。そうだね、まあ、あの土俵に上がれたっていうのはね、まあ、一つ目標だったんで、まあ、おまけでね、まあ、3位にもなれたということでね、胸張っていいと思いますよ。いいかね、まあ、長野県の40代の3位だ。そうだねもうあの出場人数はね、またそこはもう、あえて触れまいよ。触れまいよ。触れるとね、また、まあまあ、触れてもいいんだけど。うん、まあね、でもね、まあ、無事終わって、まあ、次の目標にね、向けて今また、あの練習を再開しているところになります。はい。まあ、具体的には、じゃあ、今後、どういったところを強化していこうとか、そういうのは。そうだね。具体的にいくと、まあ、割とね、大会中見てて、まあ、下のね、下半身は、うん、まあ、ちょっと絞りはね、当然甘かったんだけど、でもバルク的にはね、まあ、負けてなかった、太さは。太さは負けてなかったから、そうだね、あの太ももからね、あのふくらはぎあたりをもっと絞っても、まだ太さは残るはずだ。だから、足はまあ、このまま、まあ、現状維持のまま、いくと。で、まあまあ、あとはね、上半身だね、上半身が。下半身に見合った上半身になるには、まだやっぱ上半身ちょっと足りねえなっていう感じ。なので、まあ、今年は割と上半身メインでいきたい。まあ、この肩、ね、肩、背中。であとまあ腕だね、腕も二頭三頭両方、まあね、二頭は割とね、それなりの形になってたかな、自分でも、ね、コメントでダブルバイセップス褒められた。そうだね、コメントもね、なんかね、入れてくれる人もいたし、すごいなんか応援してくれる人もいてね、なんかちょっと嬉しかったけどね、まあ、ありがとうございます。まあ、あとはね、そうだ、三頭も同じぐらい鍛えて、もっとね、この二頭のこの膨らみに、そういうのに三頭のね、ここのタレも出て、もっと太い腕になるように、ちょっとね、これからやっていきたいなと思います。なので、今年はね、まあ、割と上半身メインで、バルクを上げたいなって思ってます。はい。で、まあね、来年はね、まあ、一般と、マスターズと、出場したいなと思いますね。一般で優勝。一般でね、ちょっと今優勝は目指すよ。頑張って。まあ言ってもね、リープ今2連覇中だからね。そうそう、まあね、結果はね、どうあれね、やっぱ3連覇の夢をね、やっぱ費やしちゃいけないから、まあ、ジムとしてもね、ちょっとこう、ダークフォースじゃないけど、ちょっとこのジムなんか、変なんだけどなみたいな、ちょっとノーマークだったぞみたいなね、とこからね、一気にちょっとぶち抜けるようにね、最終的にはね、一般でちょっとこう並んでね、やりたいんで、まあそのためにまたもう1年切っちゃいましたんで、これからまた、頑張りますんで、どうか応援よろしくお願いします。ということで、はい、今日は早速ね、早速どこをやるの、もうね、あれだね、トレーニング開始の時は大嫌いだったデッドリフトを、はい、ちょっと今日はやってみたいと思います、2、3、4、5、うん、軽い軽い
まだまだ軽い軽いで。このぐらいまでだね。よし、次だな。次はね、110でいこうか。デッドのスクワットだったら人間はどっちの方がパワーでいいですかね。デッドの方が。いや、俺はスクワットだね。本当。腰の不安がある。ある。腰をね、結構腰で引っ張ったりとかしたから。だから、ね、怖いんだよね。確かに危険ではないですかね。でスクワットはまださ、まあ、安全バーもあるから、うん、潰れても最悪。潰れてもさ、そんなんじゃないけど、デッドはやっぱちょっと腰が怖いっていうね、恐怖感があるんで一緒に行ってみますか。よいしょ。の一般取るのは200キロ。200キロ上げないと一般てっぺん取れない。もうデッドリフト200、スクワット200、ベンチプレス150ぐらいでギリギリ5位くらいじゃない。いや、かわしちだな。決勝いけるぐらいじゃない。マジか。みんなそんなきついトレーニングしてまだトップ取れないの。トップ取れるじゃないですか。いやまあでもな。とりあえず150目標に135に張ったわけです。ふぅっうっくっ激重だよ。無理しないでください。怪我したらどうも。ちょっとでも上がればなんかいけるんだけど全然上がらないのさ。なんかもうただビャーンってやってる。
なんかでもコツもあるんだろうな、ちょっとなんか。まあ、瞬発的なさ。そうです、テクニックもありますよ。よし、もう一回、ちょっと待って。1週間後ぐらいに上がってます、ね、体重の時に1週間で、ええ、1、2週間後には上がってるでしょちょっとまずやな、それ目標になって、まあ一応150か、うん、ダイヤ基準で2ヶ月後ぐらいに今年中に106、70 無理ださすがに無理、今年中に150じゃないですか、じゃあ今年中に150って相当な量が必要ですよね。いや、普通にご飯食べると体重戻っていくのが上がると思います。ちょっとやってみるね。はい、じゃあね、今回はね、120までか、上がって、130で自爆したんで、今年中に、まあ、150目指して、ね、ちょっと背中の方はトレーニングしていきたいと思います。また次の動画で上がるか、どうなのか、まあ、お楽しみに、はい、頑張ってください。